バック・マルティネスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州レディング出身の、元プロ野球選手、プロ野球監督、宇藤右打ち。現在は、ロジャーススポーツネットが中継する、トロントブルージェイズの試合の実況アナウンサーを、務めているとともに MLB ネットワーク制作での、解説も担当している。1967年、フィラデルフィア・フィリーズからドラフト2巡目で指名され契約。 1968年、ルール5ドラフトで、ヒューストンアストロズから指名され、すぐにカンザスシテロイアルズにトレードされた。1969年6月18日にメジャーデビュー。1977年12月8日にマットリトルと共にアルルボスキートの2対1のトレードで、セントルイスカージナルスに移籍。同日、このトレード成立直後、今度は、 ジョージ・フレイジアーとの交換トレードでミルウォーキー・ブルワーズに移籍した。1980年にトロント・ブルージェイズに移籍。1985年7月9日、キングドームで行われたシアトル・マリナーズ戦でフィル・ブラッドリーとホームプレート上で衝突し足を骨折。翌1986年に引退した。引退後はラジオなどで解説者を務めた。2001年に コーチやマイナーでの監督などを経験せずに、ブルージェイズの監督に就任し、80勝82敗で3位。しかし2002年は、開幕から20勝33敗と大きく負け越し、シーズン途中で解任された。2006年のワールドベースボールクラシックでは、アメリカ代表チームの監督を務めた。現役、監督時代を通じて、背番号13をつけていたが、 WBC では、アレックス・ロドリゲスに13を譲り、自身は31をつけた。2014年オフ、ブルージェイズが海外 FA 権を行使して、メジャー移籍を目指していた、阪神タイガースの鳥谷隆の獲得を狙っているとの報道を受けて、地元市トロントスターにて、日本の内野手は外野手やピッチャーと同じ成功を収めていないようだ。ミドルインフィルダーにとって、適応は厳しく、 大きなリスクかもしれないと発言した。鳥谷は結局、阪神に残留している。1049試合百7 4 3打数618、安打五58本塁打321打点後、盗塁打率225。ありがとうございます。